国際工業バス、戸田営業所。国際工業バス、戸田営業所は、埼玉県戸田市美女木東2-1-3の東京外環自動車道沿いにある国際工業バスの営業所の一つである。埼玉県川口市、蕨市、戸田市、埼玉市、南区、浦和区、桜区の路線を担当している。2010年5月17日より、 途中停留所からの乗車は不可能となり、校車専用扱い、乗車は赤羽駅のみとなった。埼京線開通前は、西川51が戸田市内中心部へ向かう系統の幹線拡だったが、1985年10月1日に埼京線が開業すると、当初の駅設置予定位置が中央通りより外れたため利用者が減少した。西川62は、 最強線開業時の再編で、西川50.5258を統合して、新設され、従来まで、川口、戸田の共同運行だった川51の出入庫も、兼ねていた。2011年1月16日の改正で、戸田市役所非経由に、経路変更されたほか、戸田公園駅に至る西川63が新設された。開設時は、戸田市役所まで至ったが、 西川口駅発着に変更されて1996年頃に現在の経路となり2002年11月16日に戸田公園駅折り返しの都52が新設された平日日中及び土曜休日は戸田公園駅折り返しで運転し川口駅までの運転は平日朝夕のみとなっている駅から地区を循環運行する短距離路線で 2011年1月16日までは、わらび零五が平日日中に南浦和駅まで運行。それ以外はすべてがわらび05-2として運行していたが、ダイヤ改正で全便が芝循環として運行する形となり、わらび05-3が新設された。わらび05-2が入庫、わらび05-3が出庫路線として運行されている。 日中は工日の裏19から2と交互に20分間隔で運転する。わらび50の庭朝がわらび方面のみ、夜は車庫方面に入庫する。入庫便は平日、土曜1便で休日は運休。わらび駅から戸田駅、戸田協定場を経由、遠回りして下笹目へ向かう路線。2002年11月16日に新設。戸田公園駅では、 他の路線が乗り入れる西口ではなく、東口から発着する。戸田公園駅東口周辺は、道路が狭いなため一方通行の経路で、び駅方面のみに、戸田公園駅入口停留所が存在する。蕨市役所経由のび80と市立、病院入口経由のび81から形成する。び81は、2003年11月16日に、 浦19の経路変更を受け、蕨駅から私立病院への経路を確保すべく、新設された。武蔵浦和駅から美女に、彩り湖、ドーマングリーンパークを経て、下、笹目まで結ぶブーラ01を中心に、南浦パチジュとブーラパチジュの出入庫便が設定されている。南浦パチジュについては、南浦和駅への出庫便のみの運行から、 南浦06の廃止により再び入庫便が復活した南浦80は平日に一往復。武蔵浦和駅では下笹目方面のみ東口ロータリーと東北新幹線高架下の2カ所に停車する。また南浦80の南浦和駅西口方面のみ西口ロータリーへ乗り入れる。2001年に新設された。 武蔵浦和駅から、彩り子と呼ばれる荒川調整地にほど近い、松本地区を結ぶ循環路線。松本地区が境外のため小型車両での運行。2013年9月20日より、武蔵浦和駅局本保育園間の経路を、旧武蔵浦和駅高影上場、沼陰、沼陰市民プール経由から、新成屋ガーデン、沼陰中央経由に変更し、同時に乗り入れロータリーを、 東口から西口へ変更した。2004年にオープンしたイオン北戸田ショッピングセンター、現、イオンモール北戸田へのアクセス路線として、同年11月12日に新設された。終点のショッピングセンター周辺の道路混雑により、定時運行が難しくなっているが、本数も多く、南浦和駅発着路線の中では、最主要路線である。2010年より、 ショッピングセンター終点の降車場所が変更になった。南浦07は、現、南浦01開業から運転されている路線で、南浦01と、ほぼ同数の運行本数があったが、2009年4月7日の改正で大幅に減便され、現在は、わずかの運行となっている。比較的短距離路線だが、武蔵浦和駅周辺の渋滞のために遅延することも、ある。 その武蔵浦和駅では、この南浦08のみ定時制確保の目的から、武蔵浦和駅降下したのみの発着で、駅前ロータリーには乗り入れない。平日には深夜バスが一便運行される。2003年11月16日の改正によって、わらび0後が大減便されたのに伴い、本数が大幅に減らされた、細野地区の輸送を保管するために、 南浦和駅東口を起点に循環する形に変更した。午前は、東大先回り、午後は、競馬場先回りで運行されるが、大谷城地区の経営地が多少異なる。南浦51は、朝の出庫のみ。2013年3月16日のダイヤ改正により、平日と土曜の10時から18時台の運行及び、日曜祝日は、全便運休となった。 2005年9月1日に、南浦50を延長する形で新設された。始発から13時までは、柳崎先回り、14時周発までは、西灰崎回りで運転されていたが、2009年4月7日の改正で、全便柳崎先回りに統一された。南浦55から2.55から3は出入庫で、南浦55の3は、平日に深夜バスも設定している。 炎症寺付近には、埼玉市、コミュニティバス南区役所線も走っている。1998年7月16日に新設。裏7.50、南裏50の都大館と南裏11.5255の新設などの影響で本数が増えたが、2009年4月7日の改正で大幅な減便となった。以前は、私立病院経由、裏19と、 北町4丁目経由、裏19から2の2路線が交互に運行されていたが、国道と市役所通りを結ぶ市道が渋滞になりやすいこともあり、2003年11月16日、裏19が廃止、代わりに、わらび81が新設されている。裏81は出入小便で、浦和駅方向のみ、武蔵浦和駅、東口ロータリーに乗り入れる。 2007年11月1日、浦和駅東口の駅前広場の整備が進み、浦50の浦和駅、東口乗り入れが再開されたと同時に、東口通り停留所は、浦和駅東口に名称変更された。2009年4月7日に、新設の浦五50からに、南浦12は出入庫。2017年8月1日に、浦10。 浦和駅マイナス中浦和駅西浦和駅入口、田島団地の代替として新設された。浦和駅から県庁前、武蔵浦和駅を経由して、田島団地へ向かう路線で、従来より南浦08が運行している。田島団地から最強線快速電車及び、武蔵野線が停車する武蔵浦和駅と県庁、さらに上野東京ラインが停車する浦和駅を乗り換えなしで、結ぶ。 しかし本数は、田島団地発で7から9時台に1から2本、15から18時台に1本ずつが、全曜日共通で設定されているのみで、それ以外の日中は、ブーラ10から2が、毎時1本設定されている。協定開催時のみ運行。戸田の管轄系統であるが、他の営業所からも応援で輸送する。埼玉新都心駅は羽田空港行きが、 始発から3便という型、夜間の国際線直通便のみ停車するが、大宮営業所行きは、全便が停車する。一般路線車については他営業所と同様に、椅子自動車車製であるが、戸田市、コミュニティバス、都こ国際工業受託分の、経営4路線用とびし、コミュニティバス、プラット蕨用に、日の、ポンヨガ。戸田市、コミュニティバス、 トコの予備車として三菱不走車製のエアロミディマクング、エンジン改造車が。また、観光型車両については、イスズ自動車製及び、日野自動車製が在籍している。このうち、イスズエルガミオ 7M 車両の方向膜には、他の車両にはない、トコ用、他社受託のミササ循環を除く及び、プラットアラビ用の方向膜も収録されているが、そちらについては通常運用されている。 専用車両が点検に入った際、エルガミオ 7M 車両を代車として運用される。なお、エルガミオ 7M 車両は2017年12月をもって全廃となった。CNG エンジン車両も在籍しているが、同営業所内には CNG スタンド設備がないため、所外の CNG スタンドにて充填している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。